ハインリヒを連れて帰りなさい。私たちが必要としている情報を握る重要なターゲットよ。任務は失敗、支援は来ない。ストームのカウントダウンも始まってる。全員本部に帰還しないと。これはもう9回目のストームよ。これを逃したら次はいつになるか。撤退しないとマーカスまでストーム症候群になって制御不能になる。銃声がした。イゾルデとカカニア、どうして彼女たちがここに。グワー、どうすか。なぜナイフをこの僕に向けた。お前たちに救いの道を教えたのはこの僕。お前たちを導きの者に合わせてやったのもこの僕だ。カカニアにもう一度資格を与えるようミスターミオソティスに頼んだのも僕なのに、どうしてこんな仕打ちを。お医者様、どうして止めるの。私のことをまだあなたの医者だと思ってくれてるなら、これ以上殺さないで。ミス・マーカス、助けてますか。私が彼らを牽制するから、ミス・ホフマンを連れて安全な場所へ逃げてください。苦しそうね。シー、大丈夫。もうすぐここから解放されるわ。ダメよホフマン、そんなことをしてはダメ。もっと穏便な方法があるはず。この機会を逃したら次はいつ。そもそも帰りの列車に間に合う。次の列車が来る確証が。失敗したとしてもマーカスを守らないと。情勢は変化した。局面を逆転する鍵はカカニアの選択にある。手がかりを断つわけにはいかない。これが最も理性的な決断。もう死んでます。
間に合わなかったか。今すぐカカミアを連れてここから逃げて、彼女ならイゾルデからあなたを守ってくれるはず。現状彼女はマヌス・ヴェンデッタにつくことはない。撤退の資格は彼女に渡しとく。彼女のアルカナムは今後の行動で役に立つはずよ。これで少なくともあなたたちは安全に撤退できる。全部計画済みだったんですか？何をしたのかちゃんと分かってる。死に際に理性を取り戻すなんて、まあどうせこの痛みもすぐ感じなくなるでしょうし、理性を保ったまま死ねるなんて光栄ね。いや、ミスカカニア、緊急治療を施術してミスホフマンをウィーン駅まで送ってくれますか？あそこには財団の人がいます。彼らならきっとミスホフマンを。ミスターハイリーが死んだとしてもきっと彼から何らかの手がかりが出てくるはずです。まだ終わってなんかいません。最後まで任務をやり遂げないと。あなたを育ててくれたルーマニアの孤児院の電話番号よ。ずっと前に手に入れてたんだけど。もういいです、ミス・ホフマン。そんなことよりも大事なのは。大事なことなんてもうない。任務はこれで終了よ。ストームが来る前に電話をかけなさい。未来はあなたたちの時代よ。いえ、いえ、きっと他に何かできることが。全ては本であり閲読できる。命を奪ったのはあのポーション、悪魔のシューレース、ベラドンナ、水仙の根、ニガメノキの根と実。ニガメノキの割合がポーションの 50% を超えてる。ラプラスの調合方法とは違い、ミスターミオソティスの配合はほぼほぼ完全できてる。でも、でもそもそもニガメノキは毒薬ではなく、ただ人間にとって。だからきっとまだ方法があるはず。閲読を続ければきっと。マーカス、本はいつか読み終えるものよ、マーカス。一つのページにどれほどとどまりたいと思っても、いつかはめくられることになる。時が過ぎゆくように。時にはめくれないで、このページさまで。必要だった。お願いだから。許して。読めない、こんな結末。嫌です。彼女は
ました。素晴らしい方だわ。もう苦しまないといいわね。お医者様、さあ一緒に行きましょう。行かないと。いつでもお待ちしているわ。